男心をくすぐる力強いフォルム、最新鋭のメカニズムを搭載し、現場でその性能を遺憾なく発揮する。我々の生活になくてはならない存在でありながら、その実情をあまり知られていない縁の下の力持ちをクローズアップ。働く自動車シリーズ開幕。どうも、ジャックナイフ天沢です。今日は新しく始まりました働く自動車シリーズ、記念すべき第1回を僕ジャックナイファーがここ森田さんからスペシャルな1台をお届けします。急ブレーキで車の後輪を浮かせるジャックナイフだよ。一躍有名人となったジャックナイファー正也、その職人技は世界のトップに君臨する。 B1GP に参戦するノムケン号のメカニックであり、幼い頃からバイク車といじり倒してきた無類のメカ好きである。今回お邪魔したのが森田ホールディングスの技術研究所。じゃーん、着替えました。どうですかこの衣装、皆さんお分かりですか。今回ご紹介するスペシャルの車はこちら、消防車。どうですか、すごくかっこよくないですか。まあ、どんな車かとりあえずお話を聞いてみましょう。この消防車らしからぬフォルムとスーパーカーさながらのオーラをまとった車こそ、今回の物ブッシュトラック。はい、今日はスペシャルな消防車を見せていただくということなんですが、こちらですよね。はい、こちらはどういった車になるんですか。これはですね、はい、林野火災用のコンセプトカーになります。林野火災、はい、あの山とかが燃えた時、ね、山火事です、ね。はい、僕たちが知ってる消防車ってもうカクカクの、はい、もう昔からながらの消防車なんですけど、これすごくないですか。これは何ですか、新しくこういう車があるってことですか。いや、これは実際に使われている車ではないんですけれど、はい、まあ、いわゆるショーカーと言われるもので、はい、あのドイツの展示会に出すためにあの作ったものです。僕たち結局のカスタムカーとかよくやってるんですけど、はい、うん、それのショーカーみたいなもの。そうですね、欧米に肝を抜かせる、そういうことですね。元の車があるってことですよね。これ全部作られたってこと。いや、基本的には、はい、あの消防自動車はその車種はあの購入して、はい、その上に仮装するというような工程を踏みます。これ何か流用されてるんですか。これはあのこれ用に作りました。あ、 BMW とかじゃなくて。じゃなくてオリジナルこれ用でワーフで作ったって。そうです。うわー、すごい。もう一個ですか、はい、これ何ですか。これはあの例えば山火事で燃えてる地面を根の中に入っていくときに、ここから水とか泡が出るんですよ。だから冷やしながらタイヤが燃えないようにっていうことですか。そう、タイヤ続きなんですが、はい、めちゃくちゃでかいですね、これ。なぜかこれ395、8520、僕たちあの275とか275-3018とか30これはすごいっすね。これ駆動方式とかどうなってるんですか。駆動方式はクルタイム 4WD。 ああ、やっぱアクロを走るから4駆じゃないと。僕たちあのドリフトって結構あの下側の重要なんですよ、はいはい、壊れちゃうといけないんで、これすごい気になるんですけど大丈夫ですかこれ。まあ、こんだけありますからね、はい、ハイトが。次行きましょう、次、はい、これまたでかい扉ですね。これなんかすごいつぶつぶいっぱいついてるんですけど、はい、LED の照明ですね。照明、照明横照らすんですかこれ。いや、このドアがガルウィング状に開きますんで、開いた状態で最適なようにこちらのボタンの操作で。おお、ちょっと開けてもらっていいですか。はい。おっと、これがガルウィング、すごい。こうなってんだ。いっぱい入ってますよ何か。おお、マジか。かっこいい。なんだこれ。これは考えられてるっすね。まあ、あの乗ってる資機材はいろいろその必要なもの。ああ、これが消火に必要な。どちらかというと左側に、はい、山火事に必要な資機材です。あの右側にはどちらかというと救助用のものを今積んでおります。見た目のかっこよさと作業効率を見事に両立させたサイドハッチ、そのまま変身しそうな戦隊ものを思わせる動きが男心をくすぐる。これ見てください、これ透明
全部見えてますね。すごい機械並んでますけど、ステップ連動します。おお、マジかこれすごい。これもやっぱり車高が高いんで操作しやすいように。すごいこれホース、これがあのガンです。ガン放水銃。おお、これなんか見たことないやついっぱいですけど、これ何ですか。この青い部分が水が出る口なんですね、塗水口って言います。おお、こっち側緑があの弊社のキャフスという泡が出る口になります。キャフス、はい、キャフスと言いますのはあの消火用の泡なんです。でこちらにあのシャボン玉の原液が入ってまして、でこの機械の内側で空気を混合しまして、はい、で 泡状のものがここから出てくる。でこちらで、はい、その圧力ですとかをこう操作する。タッチパネル、タッチパネルです。これでも触っちゃうと危なそうです。あの押していただいて大丈夫です。大丈夫ですか、はい、なんかオンとかオフとかにしていいですか。あ、いいですよ。おお、動かないですね。なんか反応しましたよこれ。これなんですかこれ。冷却水。冷却水。消防自動車っていうのは、はい、止まったままあのエンジンを回しますんで、はい、そのエンジンの冷却が追っつかないっていうので、自分のポンプで吸った水をその冷却に回すという。ああ、またそれ消防車独自の。そういうことですね。あれですよね。はい、電動油圧ハッチとステップが連動し、招き入れられる先には消火の心臓部であるキャフスユニットが鎮座する。全ての操作をワンタッチで行える最新テクノロジーと鈍く光るむき出しの金属部品のハーモニーが男心に響く。ドアノブがないんですけどこれどっから乗るんですか。これはですね、でないんですわあ、ないな、ない。あれこれどこから乗るんですかこれ。こちらですこちらを開けてください。いいですか。はい。おお、あ、決まる。これ見てくださいよ、これまるで未来か。いよいよこの車の目玉であるオペレーションデッキへ足を踏み入れる。はい、オペレーションデッキにやってきました。これはすごいですね。はい、これ何が映るんですか。はい、この、まあ、機能がこの車の最大の特徴なんですけど、はい、あの山の中に入ると通信ができなくなっちゃうんですね、はいはい、だからこの車にその通信アンテナを装着して指揮本部とかヘリコプターと通信ができるようなものになってます。でここにあのヘリコプターからの映像ですとか、はい、地位情報ですとか、はい、インターネットももちろんできますし、うん、あとあの上についている風向風速計のデータですとか、うん、あのサーモグラフィーとかいろんなまあものが見れると。じゃあ消防に必要な情報がここに一括管理できるみたいな。はい、うわー、戦略基地みたいな。おお、さすがオペレーションデッキ、はい、そうですそうです。うわー、この何ですか、パイロットが握ってそうなやつ。これはあのジョイスティックレバーなんですけども、はい、車の屋根の上にある照明がこのポールの上についてまして、はい、このポールを上下こういうふうに上げ下げしたり、はい、回転させたりこれでできます。ああ、それのコントローラーってことですか。あ、そうです。はい、すごい、また気になっちゃったんですけどはい、これまた夜空見るためですか、はい、これ。はい、あの今桜の花びらがありますけど、これ実はあの木を見て、ね、の燃えてる木を確認するための窓と、こちらの照明の角度ですとかを確認できるような窓になってます、はい、やっぱり、はい、あ、そんなロマンチックなあれじゃないそうです、やっぱりですよ。そうですよね、はいはい、後ろで見たやつとなんか似たようなのがある。そうですね、これは走りながら放水が可能になってますんで、はい、まあ、さっきから僕がすごく気になってるこの手をかけてるやつですよね。そうですね、だからここで同じ操作ができるキャフス専用の放水銃。基本的にはこのキャフスと水放射の切り替えが、水とあの先の泡みたいなやつですよね、はい、あとこのノズルの先を回していただくと放水形状が、はいはいはい、この色が飛散というかこう広がったりとか、広がまっすぐ飛ばすのかとかっていうのは調整できます。でここであの流量を調整で、でここであのオンオフ、これスロットルレバーみたいですね。これ、うわ、これ走りながらやるってこと。そういうことです。かっこいいですねこれ。これって今日浮いちゃって出ませんけど出ない今日はちょっと出ます。今日は出ない、はい、いつもは出るんですよね、はい、はい、というわけで一番の楽しみだった放水はお預け、残念。はい、砂にやってまいりました。これ結構普通のトラックですね、中は。
あんまり変わらず特にこれ買ってきたまんま、まあ、そうですね、こういったなんかいろんなケーキがいっぱい、こういうスイッチとかありますけど、そうですね、そこのダッシュボードの上に増設されてる部分は消防車用として車種メーカーに増設してもらった部分です。これ何ですか？それはアワーメーターといいまして、はい、基本的に消防自動車って距離で何キロ走ったとかじゃなくて時間的な記録、じゃあ消防車独特というか、そうですね、消防車には必ずアワーメーターっていうのがついてます。これ何すか、このあ、ていうかこれ何すか、それサイドブレーキです。え、サイドブレーキ、これがエアアクチュエーターで動かす、エアブレーキになってますんで、これ何すか、これ、それはあの四輪駆動のバランスをコントロールしたり、おお、なんとか消防車だからっていう、あ、いや、そうじゃなくて、これは車種の標準装備です。へ、はい、じゃあちょっと僕こう消防車運転したことないんですけど、これちょっと運転させてもらっちゃってもいいですか？どうぞありがとうございます。じゃあちょっと運転しますね。今まで開発の人間しか乗ったことがないというマシンにマサヤが民間人初試乗。でかい。敷地内とはいえ初走行に緊張気味の雅也。帰れません。いや、帰れません。後ろが全く見えない上図体もでかいので U ターンは3人がかりの大仕事だ。マシンに慣れてきたところでマサヤの職人魂がふつふつと湧き上がる。ちょっとやらなきゃいけないことがある。やってもらえばして、ちょっとやっちゃっていいですか？ちょっと行っちゃいます。無謀にもジャックナイフを試みるが普通に停車。せっかく助手席の関さんにまでご協力いただいたのにお粗末様でした。はい、今日一日いっぱい見てきましたが、やっぱり差し入れってだけでやっぱすごいですね。もういろんな機械があったり、いろんな新しいテクノロジーがあって、これはすごくかっこよかったです。もう小学生たちの大人気じゃないですかね。こういう車が日本でいっぱい溢れてくれれば楽しくて安全な国になるんじゃないかなと思います。と一つ心残りがあるんですけど、やっぱりジャックナイフマンマサヤとしてはやっぱ上げたかったですよね。これ上がるわけないんで、まあ、ちょっとやっぱり練習不足ってことなんで、次までのこういう車も視野に入れて上げれるように頑張ります。それでは次はどんな車があるんでしょうね。そう、皆さんお楽しみに。性能はもちろん見た目もスペシャル、こんなスーパー消防車が街を走ってくれる日が待ち遠しい。